ただいま。ただいま、せいやに返信してきた。明日よく見せてって。明日よく見せてって言われたので、見せます。やばい。これさ、あんま沸騰させてもさ、あれだよね、なんか、いい感じのところでちょっと停止させとこう。だってあと20分もご飯。別に20分間経って話すの？まあいっか。半目で固まってた？半目可愛くないですか？ごめんなさい。おでこかわいい。ここ難しい。いやいや立ってるからね、すぐ踊っちゃう。やばい、15分あの痩せるダンス、ちょっと弱火で今食べたくなっちゃうよ。早くあのご飯ができるまでショールーム。椅子ないですね。椅子ない。椅子もどきあるけど、多分ここ座ったら多分ね壊れ。あ、ひろしです。ドゥドゥドゥ、椅子がないとです。あ、危ない。ミレイです。本当はねこっちなんですよね、照明が。ほらこっちの方が多分可愛い。明日髪型何がいいと思いますか？何がいいと思いますか？チークはキャメイクです。よくまつげがあの地毛なんていうの？地まつって言われるんですけど、地まつです。こんな感じ。ついんですか？どうしようかな。なんかおろし巻きもありだなって思ったけど、明日さ動くかなって思って、いっぱい動くかなって思って、ちょっとなんか迷っちゃった。ポニテで、ね、ストレートがいい。多分ストレートはしないな。ポニテ、ポニーで最近いっぱいしてるの。うん、2つの涙袋いいですか？クマいいよ。あ、じゃあクラゲちゃんやれたらやろうかな。ヘアセットはね、いつもヘアさんがねいらっしゃってくれます。ノイステとかもそうだよ。今日収録してきました。あのねちょっとだけ載せているので、ぜひぜひ見てね。ちょっとだけだけど、髪すごくありがとう。メイクは基本自分ですね。あと17分だ。ご飯久しぶりに炊いたな。そう、その時の2つの涙袋。じょん。そう、あのママがよくねお米の、おばあちゃんかな、おばあちゃんがレンチンできるお米を
送ってくれるんですけど、それがもうなくなっちゃったので、ご飯は柔らかめが好きだからお水ちょっと多めに入れます、いつも。涙袋でニコちゃんマークこうってこと？やらないよ。配信見てドキドキしてる？それはもうね、ドキドキしちゃうよ。おかゆくらいは柔らかくしないかな。一緒にご飯食べれないの？じゃあ2つ炊こう。2つ、うち炊飯器持ってくわ。じゃあ持ってく。どう？それでね、一緒に食べるっていう選択しないの。多めに炊いて冷凍しないですね。なんかお母さんが炊き込みご飯を作って冷凍のなんか持ってきてくれたりはするんですけど、それね全部食べちゃうから、うちある分だけ食べちゃうから。一旦いちごを炊いてみた。なんかお腹でも今ちょっとね、豆乳のココアがちょっとお腹に半分くらい溜まってきちゃったので、まあ半分はあれかな、ラップでくるんで、あのチンするか保温して明日の朝食べます。ご飯いちごだ、やばいよ、誰も見ないよそんな YouTube。 はい、こんにちは、ミレイこと菅波ミレイです。今日はなんとご飯いちご炊いてみた。いやいや、なんかやばいね、なんかそういうのに赴いた番組というか YouTube チャンネルやろうかな。はーい、はい、ということで見てください、こちら炊飯器、象印さんの炊飯器でございますね。はい、まず1合分、はい、お米取りますね。5分で割るよ、5分。当たり前界隈になっちゃう。何、界隈って流行ってるんですか今。当たり前系 YouTube。 当たり前、当たり前、当たり前体操、右足を出して、あ、右手だ、右。はい、炊けませんね。え、あと5分になった、やった。ショールーム終わっちゃうかも、あと5分で。ごめん。右手出せました。え、明日感謝祭来てくださる方、あ、てかあのツーショット、そのツーショット11月の16日だっけ、そう11月16、先ほどねあの発表されたと思うんですけど、まあ、今回その衣装でツーショットが撮れるということなんですけどね。ね、みんなもうなんかシフトとかなしちゃったよって、休めないよって方がねたくさんいて、本当に本当に心が痛みました。でも来てねくれたらすごくすごく嬉しいです。お待ちしてます。衣装ね撮りましょう一緒に。なかなかね衣装でツーショット撮るっていうのがないので、なんかこの機会にね来てくださったら嬉しいなって思います。でもお仕事とかやっぱり休めない方もいらっしゃると思うので、なんかすごい今回いけない、うわーってならずに、そうならずに、また多分機会があると思うのでね、今回はもうなんかすごいそのお仕事とかを休んで信頼をなくしちゃったり、なんか自分の心が、あー休んじゃったってあの思ってほしくないので、もううちも、もうなんだろう、なんだろうな、なんかね、どこへも行かないので、
またね絶対機会もあると思うので、その次に来ていただけたら嬉しいなって思います。でも来てくださる方本当に本当に待ってます。ありがとうね、来ようとしてくれて嬉しいです。ありがとうね。11月イベントいっぱいあるし、10月もイベントがねいっぱいあるから、いっぱいあるんですよね。ありがとう、ありがとうだよね。毎週会えるね。楽しみ、楽しみです。いっぱい独り占めしてね、みんな。昨日もねオンラインお話し会ありがとうございました。今オンラインお話し会も受付中です。ん？受付してますね。受付中ですので、ぜひぜひお話ねしに来てくださったらとっても嬉しいです。待ってます。ねえハロウィンね、すごいなんかハロウィン一二分起きなさい、起きないとダメだよ。じゃあ明日ね、みんな感謝祭待ってるね。ハロウィンイベント始まりましたね。ハッピーハロウィン、ハッピーハロー。意外とねみんな来てますね、あのやつは。そう、ツーショットだとねこうやったりこうしたりよしよししたり、ほめほめしてもらったりね、いっぱいあるので。待ってるね、通社初めて来てくれるの嬉しい、ありがとう。見えた、アラーム音源欲しい。え、じゃあ行きますね。すごいごめんね、隣で鍋がグツグツ言ってて。おはよう、起きないと遅刻しちゃうぞ、起きろー。はい、どうでしょう、あと1分。炊けましたー、やったー。はい、炊けたので、じゃあショールームを終了したいと思います。びっくりしましたか、ごめんね、びっくりさせちゃって。はい、じゃあね、みんなショールーム見ていただきありがとうございました。ご飯食べた配信はちょっとね、あの散らかってるので、ちょっとさすがに立って食べるのはねちょっとお行儀が悪いので。そう、ご飯が炊かれるまでの配信ちょっとね暇だったので。なんか炊飯器早かったです。17分から途中から5分になったから、ありがとう、みんな見てくれてショールーム。じゃあランキング読んで終了したいと思います。いきます。13位あつし、ありがとう。12位高橋聖太、ありがとう。11位まこちゃん、ありがとう。10位リア、ありがとう。9位あおちゃん、ありがとう。8位つむじ、ありがとう。7位タラッタ、ありがとう。6位テレク、ありがとう。5位スギンくん、ありがとう。4位田中、ありがとう。第3位ミク、ありがとう。3位おめでとう。そして第2位ユイチロ、ありがとう。2位おめでとう。そして第1位はキットカイノットイコール600回訪問、
ねえ、ありがとうだよ、いっぱいいっぱいショールーム来てくれて。600回な、いつもありがとう。お代もありがとうだよ、嬉しいよ。これからも待ってるね、大好きだよ、ありがとう。ということで、少しだったんですけども、ショールーム見ていただきありがとうございました。明日はね、感謝祭よろしくお願いします。待ってるね。みんな座席ね、出て送ってくれててありがとうね。ここだよって報告見てるよ。それではおやすみ、おやすみ、バイバイ、バイバイ。